にちは。こんにちは。皆さん、昨日の公演ありがとうございました。皆さん昇格おめでとう、ありがとうございます。たくさんね、おめでとうコメントをいただいてすごく嬉しかったです。全部ね、田中幸乃で検索引っかかるやつは全部見させていただいてて、でまさかね、本当になんか昇格するとは思ってなかったのですごくびっくりですね。でもね、ツイッターとか見てたらなんかそのいろんな方がいて、6月2日をなんか記念日にするって言ってくださってる方もいたりだとか、雨の中ね来てくださって、キャン待ちでもアフターサーティンでも入ってくださった方もねいて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。皆さん、昨日来てくださった方は無事に帰れましたか？昇格おめでとう、ありがとうございます。劇場公演でね、なんか昇格するって珍しいと思うので、なんか昨日はね、いろんな感情が入り混じってなんか整理できてなかったんですけど、ねえ、あ、意外と普通に来てくれました。よかったよかった、皆さんご無事で。台風とともにやってきた昇格発表、確かに台風が連れてきてくれたのかもしれないです。予想もしないタイミングね、誰も思ってなかったですよね。雪乃も思ってなかったです。鉄メガネさん、バラありがとうございます。昨日は難波で泊まりました。ああ、確かにそれが賢いと思います。ジョエルさん、レインボースターありがとうございます。ひろごさんもハートありがとうございます。かっこ研究生消して NMB48 でシェアさせてもらいました。ウィー、ありがとうございます。次のね、もう公演も昨日はもう決まってるので、ちょっと怖いです。そうですね、なんか髪型、髪型変わるけど別になんかそれだけやんって言われたらマジでおしまいなので、ほんまに怖いです。ひろごんさん、ハート。ハマーンさん、しずく、ありがとうございます。昨日バイト中に知って、バイト先でヤバいって走り回ってた。ちょっと大丈夫ですか、心配されなかったですか？どんな髪型したい？ちょっと迷ってるんですけど、タワーマキさん、ありがとうございます。ちょっとやばい、コメントが追いつかへん。マキさん、クマありがとうございます。
新潟はね、どうしようか迷ってて、2つでなんか迷ってるんですけど、ちょっとなんかお楽しみの方がいいかなと思って言いません。次回からね、髪型は自由って言われたので、はい、秘密で。どう見ても小一には見えん。そうですか？嬉しい。大人っぽく見られたい欲が最近あるので嬉しい。染める？染めないですよ、高校生だからね。染めちゃダメなんですよ。染めないです。お祝いなのでタワー2つありがとうございます。嬉しい。うわ、一気にコメント飛んだ。最悪。くそ、やばいやばい、遡るのが大変だ。いなちさんもタワーありがとうございます。ダンさんもタワーありがとうございます。皆さんも無理しないでくださいね、本当にありがとうございます。嬉しい。嬉しいね、ありがとうございます。皆さんからのプレゼントだと思います。で、作ろうあるし染めれん。そうなんですよね、染めれない。で、作ろうね、好きやから、ずっと踊りたいから、ずっと卒業しても多分染めないんじゃないかな、分からへんけど。鉄眼鏡さんハートありがとうございます。うわ、わすごい。キャプテンタカさん、しずく、キングキメロンさん、ミラーボール、トミーさん、ペンライトありがとうございます。マキさんもミラーボールありがとうございます。夏川ウイカのために緑、緑はえぐない？緑えぐない？やばいですよ、雪の、緑のイメージね、皆さんあると思うんですけど、そんなにね、緑大好きっていうわけじゃないんですよ。なんかね、多分南海公園の初日のオープニングの衣装あるじゃないですか、それが緑っていうのと、緑っていうので、そっから一回も変わってなくて、緑しか着たことないんですよ。だからね、緑っていうねイメージが強いと思うんですけど、そう、卒業おめでとう。何の卒業？そうで、今更道頓堀の歌唱衣装も新しく作っていただいたんですけど、なんか何ですか、足のところがねちょっと切れてるんですよ、わかりますかね、なんかドレスみたいになってて、で左足やったっけな、どっちかの足がちょっと見える感じで切れてるんですよ、ドレスが。マーメイドみたいな形になってるんですけど、そのなんか切れてるとこから見える裏地っていうんですか、そう、裏地、裏に見える色がなんかそれぞれなんかペンライトカラーだったりとか、なんか何ですか、その人のイメージカラーになってるんですけど、雪乃は緑なんです。でもね、あれ全員ね色被らないようにしてるっぽくて、そう、わざわざねそんなことも考えてくださってるんです、衣装さんは。すごいですよね。スイケテルトさん、ミラーボールありがとうございます。
つもよりメイク違くて誰かと思ったいつもねちょっとね地メイクじゃないから研究生メイクやからね。紫はゆいちゃんとかぶるもんね。そうなんです、上も緑って思ってるんですね。そうなんですかね、わかんないですけど。鉄メガネさんバラありがとうございます。マキさん結婚してありがとうございます。どう見てもリサと一切差には見えないリサはね可愛いから、幼いからね。名札とおさらばだ。そうなんです、名札ね、あれライブライブのリハ期間の時結構便利やったんですけどね。名札の名札ってね、ケースあるじゃないですか。で開いてて片方側で、そこにこっちは表面は名札のなんていうんですか、名前書いてる紙が見えるようになってるけど、山田さん熊ありがとうございます。すごいよ、みんなすごくないっていうぐらい、みんななんかギフトみたいな送ってくださってるけど、ありがとうございます嬉しいです。ひろごんさん、ハートこばりさん、アジサイ、これアジサイですか、わからへん。デスメガネさんバラありがとうございます。そう、なんか表は名前書いてる紙を挟んでます。でその裏になんか立ち位置とか番号とか移動するタイミングとか全部書いた紙を、まあ言うたらカンニングペーパーです、カンニングペーパーを挟んでて、でリハ中にちょっとわからんくなったら見るみたいなことをハチキーは結構してたんですけど、それがねできなくなるから、ちょっと維持でもアジサイか、アジサイかなんて言ってましたけど昇格おめでとう、ありがとうございます。そうなんですよ、アジサイって言ってた、ちょっと待って、ん、どういうこと、アジサイ、アジサイって言うの、言ってて、アジサイ合ってるじゃないか。アジサイとアジサイ、え、もう分からへんやばいやばい、ファンさん頑張った、キャプテン坂田ちゃんはキャプテンタカさん、花束つるさん、レインボースター、ひろごんさん、ハートありがとうございます。なるほど、ありがとうございます、よかったなんて言っちゃったなんか画面暗くなりますね、なんか止まってますか、止まったりします、止まってたら申し訳ない、どうしようもできない私はとぎりとぎりなる、うっそー、どうしたらいいのこれは、うん、ちょっと頑張ってください、ショールームさん雨降ってないですよね今、電波頑張れ、昨日の学力テスト楽しかったよマジで、ほんまにもうバチカン四国は分かってましたよ、雪の名前が出てこへんかっただけでちょっとね、ここまで来てました。
やばいです。最近ね、まばたきできなくて、いやできるんですけど、たまになんか、わすごい影、たまにね、なんかそこの一点集中して見つめてたら目離したくない時ありません？ドライアイなので。そうなんですよね。そうなんです。昇格祝いにドリルプレゼントしようか。うん、いらないです大丈夫そう、目乾燥するんです。だから最近めっちゃ目乾燥しやすくて、いやコンタクトレンズですか。うん、うん、裸眼です。目痛くなっちゃう。目悪いわけではないんですけど、カラコンとかしたら、ね、目痛くなっちゃうからあんまりつけなくて。そう、雪乃は裸眼女です。あとは雪乃ちゃんのグラビアは待つだけだ。グラビアね、めっちゃなんかマネージャーさんにも言われたんですけど、あれなんですよ、今のところは考えてないんですよ。でもね、3年あるんですよ。まだ3年あるので、ちょっと、もうちょっと待っててください。やるかわからないけど。鉄メガネさん、小判ひろごさん、ハートありがとうございます。目大きいからね。うん、うん、一時期ね、ゆきのこの目めっちゃ嫌いやったなんか全部ね、ゆきのの顔ってパーツパーツ全部がちっちゃいんですよ。もう目、鼻、口、もう全部ちっちゃいみたいな。口ちっちゃいのもね、めっちゃ嫌やったんですよね。口小さい、可愛い。言うと思いました。あのね、そうやと思うんで、めちゃめちゃ不便なところあるんですよ、龍の目言われてましたね、なんか嫌なんです。奥行きはあるんで、いや、ないかも口大きいよりもいいんちゃう。うん、うん、ゆきの口大きい方が好き。だからね、思いっきりめちゃめちゃ笑う人が好きで、誰やろ、ゆいなさんとかまいさんとかの笑顔がめっちゃ好きで。そう、滑舌いい方なのではほんまに言ってます。歯医者で毎回口引っ張られてます。え、マジでそう。なんかね、歯医者器具つけられるんですよ、口開かなさすぎて。もう裂けそうですよ、ほんまに。もうみんなないものねだりですね。そうですね、もうそうなんですよ。だからまあ今は嫌じゃないです。今の髪型も前髪なし、全部ナッシングフィーバー。うん、ナッシングフィーバーねえ、ゆきのね、皆さんが昇格おめでとうって言ってくださるじゃないですか。めっちゃ嬉しくて、もうね今日はバッチリメイクしてお出かけしてたの。うん、この配信のためだけにメイクしましたそう、ふーちゃん元気ですよ。でね、なんか一個心残りなことがあって、
なんかそのいや、ゆうすけさん頑張ったね、ありがとうございます。なんかなんやっけな、雪乃が NMB に加入してすぐぐらいからずっとうかさんに可愛がってくださ可愛がっていただいてて、でそのうかさんは覚えてるかどうかわからないんですけど、その最初の頃にうかさんに雪乃がなんか早く昇格して選抜入るので待っててくださいって言ったんですよ。でほんならうかさんがすごくなんか喜んでくださって、で一緒に仕事できるの楽しみにしてるねって、早くしてなって言ってくださったんですよ。でなんかはい、わかりました、早く行きますみたいな感じで言って、でその会話がねめっちゃ覚えてて、そうで、いつかね、ゆきのはあのうーかさんと一緒のチームに入ってたくさん一緒にお仕事するんだって思ってたんですけど、それもねもう叶いそうになくて、なんか一緒にねお仕事できないままなんか卒業の日を迎えるんかって思ったら、なんか後悔しながらその卒業の日を迎えるんかなって思って、そうなんです、思ったらちょっとね心残りで、ね、うーかさんもおゆずさんも未来さんもすごくね、なんかあの雪乃のことをすごく可愛がってくださった方たちでね、本当にね、あのおゆずさんに関してはもう写真集2冊も買ってますし、私買ってますし、でうーかさんのね写真集も買えますし、で残りのね時間、あのあとちょっとしかないですけど、あとちょっとの時間ね、なんか一緒にお写真撮ったりだとか、一緒に公園出るとか、一緒にお仕事できたらなって思ってるんですけど、自腹で買ってたんか、そうですよ、保存用と鑑賞用ですね。何ですか、心に秘めたものじゃない、それうるかさんか、違うわ、何やっけ、あの2冊目出たじゃないですか、おゆずさんの1冊目ファースト写真集が出た時も買ったし、あのどこを見たらいいかわからないでしたっけ、絶対違う気するな、あの象と戯れてる、あどこを見たらいいの写真集も買いました、昨日届いたんですよ、そのどこを見たらいいのおゆずさんの写真集は、そう将来への勉強のためかな、でもねなんかそれもありますね、なんかグラビアするせえへんにしろ、なんか撮影が入った時とか生写真とか役立つかなと思って勉強してます。雪乃ってメンバーグラビア見るの好きの、好きですよそりゃ好きですよ、好きじゃないわけないじゃないですか、そうみんな好きでしょ、私も好きです、みんなと一緒昇格発表お母さんのリアクションどうやった、お母さんのリアクションなんかあのすごいね、家族ラインが動いてて珍しく、なんかそんな頻繁に動くっていうわけじゃないんですけど、なんか
家族ラインってあのゆきのママお父さんみたいなこの3人じゃなくておばあちゃんもおればそのママの弟さんもおるしそのママの弟のお嫁さんもいるしみたいなそんななんかねすごいんですよ広くて。そうでなんか7、8人ぐらいいるその家族ラインが動いててで LINE 開く前に通知のとこ見たらなんか60何件ってなっててえっと思ってそんななんか通知来るすごいねみたいなやばい語彙力ないなんかそんな通知ためない早しそうなんかみんなからお祝いメッセージくださってるんやなって思って LINE 開いてあの家族 LINE をねピン止めしてるんですよだから上の方に上がってきててまず目に入ったのが家族 LINE ででその家族 LINE の通知だけ見たら30何件ってなってて半分あんたらかみたいなそうびっくりしてほんまに何事みたいなそうめちゃめちゃびっくりしましたよ37とかやったかな分からへんけどマジでびっくりしましたそうめっちゃびっくりしたでもね他の30件ぐらいの通知はあの他のねメンバーさんからの連絡がすごく来ててそうなんですめちゃめちゃ嬉しかったですゆき公園今から入ってくるねおう今何時ですか6時からとかですか休憩公園今何時だうんあと30分ぐらいなるほどなるほどうわ、わ、上つよさん、タワーありがとうございますもう皆さんのもうすごいですね、イベントでも何もないのにありがとうございます、本当に嬉しい昇格祝いに何か買ってもらえるうんでも雪のね、なんか昇格選抜は入れた時にしてほしいですねなんかそのなんかプレゼントみたいな盛大にパーティーみたいなのはでもねあの今日まさにママがケーキ買ってきてくれてそう朝早くからねあのママが買い出し行ってきてくれて朝起きたら誰もおらんくて家にえ土曜やんな今日と思って予定なかったやんなみたいな思ってでママに聞いたら買い出し行ってたって言われて何買ってきたって言ったらご飯のお買い物とケーキ買ってきたってめっちゃ嬉しそうに言うからえケーキみたいなでおばあちゃんもねあの来てくれて料理作ってくれて夜はお肉わかんないです何が出るかわからないんですけどそうなんですよケーキ屋でうちの娘昇格したんですよって自慢してるで
やめて知らんかったらどうすんの。そうしてくれるんです、お祝いを。そうですね、またあのケーキとかの写真はツイッターとかにね載せます。今日はねあのモバメにもルームスにもブログも書こうと思ってるので、そう今の気持ちというか昨日の昇格を終えてどう思ったかとかを書こうと思ってるので、全部見てくださいね。そうブログ、そう何年ぶり、マジで何ヶ月ぶり、何年、えほんまに上げてなくない。でもねなんかその昇格の時の気持ちは残したいなと思ったからブログ書きます。また今日中にはあげたいなと思ってるので、また見てください皆さん。よし、じゃあランキングを読みます。よし行きまーす。13位つるさんありがとうございます。12位トールさんありがとうございます。11位薄いきてるとさんありがとうございます。10位鉄メガネさんありがとうございます。9位ジョエルさんありがとうございます。8位ヒロゴンさんありがとうございます。7位小針さんありがとうございます。6位ユウスケさんありがとうございます。5位ヤマトシさんありがとうございます。4位イナチョさんありがとうございます。3位ダンさんありがとうございます。2位ツーヨさんありがとうございます。そして1位マキさんありがとうございます。皆さん本当にいろんなギフトとか投げてくださってありがとうございます。こんな2000人も見てくださってありがとうございます。昨日の公演もあの昇格ねおめでとうメッセージも嬉しかったです。すごくありがとうございました。またモバメルームスブログ更新するので待っててください。ツイッターもね更新します。ではありがとうございました。またね。ブログ更新するので待っててください。ツイッターもね更新します。ではありがとうございました。またね。